やるとするか、よするか。お、なるほど。どうしたね。まあこれは別にいいだろう。おい、前の喧嘩じゃないですよ。へー、なんだ、変化が、何らかなのか、ちょっと変化が訪れたのか、我々のあれには。で夜中の3時になってるからな。ちょっと控えめねっていうか、ちょっと多少な控えめねっていうか、ちょっと。てなるほど。あ、こっからも逆のパターンもあるんだな。お、そうだな、約束したもんな。よし、じゃあ助けてもらおうか。ちょっとついでにちょっとなんかいろいろしてみていくか、ちょっと。まあ基本変わらんか。よし、カスタマイズや。おいいじゃないの、何もないじゃないか。雑貨屋はどうだ。あ、これ買っとくか。結構なんか消耗して、結構前消耗してる。なんか知らんが。お、いいじゃない。ほん、謎。なるほど。こんな感じが。ディリディリディディリディリディ。一回寝るわ。たっぷり寝て、そこでちょっとあれだな。はい。他の天使は喋れるのに、どうしてコレットだけこんなことになっちまうんだい。わからないわ。わからないじゃないだろ。あんたいつも偉そうにしてるじゃないか。何でも知ってんだろ。コレットを助ける方法ぐらい知らないのかい。ミコトは自分の人間性と引き換えに世界を救う存在なのかもしれないわ。なんだいその言い方は。あんまり冷たいんじゃないのかい。じゃあどうしろっていうの。リフィル、私だってコレットがどうなってもいいって思ってるわけじゃないわ。でもコレットが天使にならなければ世界は滅亡してしまうのよ。あなただってテサラを救うためにコレットを殺そうとしていたのではないの。悪かったよ。いえ、私も少し興奮してしまったみたいだわ。あんたも辛いんだね。一番辛いのはコレットよ。喧嘩をするんじゃありませんぞ、まったく。いや、とんでもないな。どうなることやろ思ったら、やっぱリフィル先生強いね。やっぱなんか反撃が来た瞬間、なんかもうこれもう絶対もう勝てねえと思ったもんな。てよこせ。表示も結構溜まってんじゃねえか。溜まってんだよね。でもここまで頑張ってもあれか。ピエトロどこにいるんだ。あいつどこにいるんだ。あの輩は温泉でも入ってんのかな。こっちか、やだやか。いない。おい、誰だ。そうか、ああ、それがあれか、ピエトロか。おい、それ気づかんっていうのか。ティリ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 、ここだ。どうだ、見つかったよ。よろしい、いけんのかね、レイゼット死者蘇生が。これで戻るのか。てここはよかった。ここはハイマです。たどり着けたのか。そうだ、あんたはこうして意識を取り戻したのはリフィルのおかげなんだ。この二人なんか仲ちょっとよくわかんねえな。仲いいんだかちょっと。お伝えしたいことがあったからな。そう、ここにいるよ。え、そうだ、マーテル様。あ、そういうことか。なんか、ま、なんか言ったらなんか、これは大事なトールハンマー。ほう、まがまがしい実験を行われている。なるほど。でもまだつながるんじゃない。気になるわね。いずれ時間があればさまよってる彼女助けられる。おお、いけるもんなの。はあはあ。て
てて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 て
なか進めていくんだよな。さあどうすんだこの後、我々は。ああそうだよな、そうか、どうしたの。そうだ、ドラゴンおじさんか、行ってみるかじゃ。テレテテテテテテ、ひたずら。おじさん、相変わらず凄まじいところにいるんだ。危険すぎんだろ、これなんか。リー乗せてよ。いいと思う。ほーん。6000ガールド、随分なんかあれだな。たけ、仕方がないよね。なんですと。そうだ。なんと。ほーん、意外となんか真面目だったな。しまってください。なるほど。ただ何かしら、はあはあ、一回あれか、ちょっとあなたのところに返します。構わんだろう、いいのか。結構遠いよな、あれな。だいぶ遠いんじゃねえかっつうのか、そういうあれだな。最後の封印を残すのみか。今晩は自由行動にしましょう。ただし村の外には出ないこと、よろしい？うん、わかった。明日の朝には出発だな。それじゃあみんなゆっくり休みなさいね。ありがとういいのよ、そんなの。あなたの今後を知っていて、私にはこんなことしかできないのだから。なるほどね。明日でシルバラントは救われるんだな。お前はどうするつもりなんだ。さてね、ミコを信じるしかないよ。こっちのミコは信用できそうだし。なんだよそれ、信用できないミコなんてのがいるのか。テセアラのミコだよ、いけすかないやつでさ。そうか、テセアラにもミコはいるんだな。二つの世界、二人の巫女。ああ、神様なんてものが本当にいるのなら、どうしてこんな世界を作ったのかね。そうだな、ぶっ飛ばしてやりたいよな。本当にね、本当にどついてやりたいよ。ぶっ飛ばせらだな。コレットどこ行ったんだ。おいだ、ちょっとコレットに話し変えたらちょっとあれなんだけど、ちょっとコレットのところに電話してください。最後なんだから。なんか最後ってなんか不穏だな。最後、人としての最後の夜だから。先生、学者なんだろう、どうにかならないのか。まだわからないの、おバカさんね。学者だから天使になっていくコレットに興味があるのよ。そうだろ先生。さあどうかしら。ほらもう行きなさい。どういうつもりなんだ一体、おじいのやつ、どういうつもりなんだ。救いの塔がすぐ近くに見える。ずいぶん遠くに来たね。ああ、そうだな。こんな時自分がバカだったんだなって思うよ。なんで。これで良かったのか悪かったのか、それすらわからないから。そんなこと誰にもわからねえよ。わかってるって思ってるやつがバカなんだって。そうかな。そうだよ。そうだね、たまにはいいこと言うじゃん。ありがとうロイド。どうなっちゃうんだろう、ドキドキすいません。恐ろしいぞ。デリデリデッデッデ。オークラトス、やけに近く見える。お前の旅ももうすぐ終わるな。こんな終わりを望んでたわけじゃねえ。そうか、巫女にすがって始まったお前の旅だ。当然の結末だろう。巫女にすがった、覚えていないのか。お前はこう言ったのだ、自分たちには巫女がついている、世界を再生する救世主がと。ああ
そうだ、そう言った。だから巫女を守るって。一番大切なところで巫女の力に頼りすがることが守るということなら、私の知らない間に言葉は随分と様変わりしたのだな。そしてあの巫女は自らが犠牲になることで全てを解決しようとしている。あんた何が言いたいんだ。お前は間違えるな。よくわかんないけど、わかったよ。でもさ、間違えたらやり直せばいいんじゃないかな。やり直すか。やり直せるのならばそうするがいい。お前は後悔するな。クラトさんなんかあれが後悔すること一般のかな。そうでございましたか。ちょっと話しかけるか。でその前にちょっとなんかな、もう今更ちょっとすごい今更なんだけど、なんかさ超今更なんだが、なんか戦闘のなんか曲だけやたらなんかでかい、なんかでかい気がするんだよな。こんぐらいにしてみっか。まあ戦あ曲っつうか、まあ曲はまあ変えられないんだな。声か。じゃあまあちょっとまあこれでやってみっか。よし。他の人のところに行かないのかって。いいんだ、それより少し話をしようぜ。書いてくれればいいからさ。もうすぐ世界が再生されるのか。ごめんね。なんで謝るんだ。最後なのに喋ることができないから変だった。バーカ、そんなのどうでもいいよ。どんなになってもお前はお前。たとえお前が天使になってもマーブルさんみたいになっても、俺はお前のこと変だなんて思わねえよ、絶対に。それより俺の方こそ謝らねえと。旅が終わるまでにお前のアクセサリー作ってやるって約束してたのに、まだまだ先だと思ってて全然終わってないんだ。ずっと待ってる。天使になってもずっと待ってる。だからいつでもいい。わかった。今度こそ作るよ。どんなに時間がかかっても。最後に聞いていいか。本当に後悔しないのか。天使になってもいいのか。本当は少し怖いか。そうだよな。でも自分の人間としての命を引き換えに、シルバラントが生まれ変わるなら自分の命が世界中にあふれるってこと。そう考えたら大丈夫。お前って強いな。風が冷たいな。そろそろ宿に戻ろう。あ、ごめん、お前感じないんだったな。
どうにもならないのかよ。なかなか難しいあれだな、本当に。凄まじいあれだ。凄まじいたちねって。今のクラトスだよな。どこに行くんだ。クラトスってなんか修行のやつなかったっけかな、ここで。お。これからもお前にはロイドを見守ってもらわなければならないな。かわいすぎる。私にはやらなければならないことがある。私の代わり。クラトス、危ない。待て。大丈夫か、クラトス。ロイドか。助かった、ありがとう。いや、そんなのはいいけどよ。今の何者だ。おそらく例の暗殺者だろう。深手は負わせたはずだが、逃げられてしまったな。今のやつ見覚えがある気がするけど。そうだな、そうだな。そろそろ宿に戻ろう。皆も目を覚ましているだろう。ああ。ロイド。ん、なんだ。死ぬなよ。お、おう、なんだよ急に。気にするな。思いっきり気になるっつうの。落とし物。なんだこれ、変な文字が刻んである。いよいよだな、急ごう。落とし物って何なんだって。てよし、いっか。じゃあお、無事に帰る保証はないわ。準備はいいの。大丈夫だ、行くしかねえんだ俺たちは。ておお、すげえ。おお、なのクロノトリガー的な、なんかプテランドスみたいな。二人ずつ。ほお、なるほど。なんか珍しいね。あんた一緒に乗れないのか、ジーニアス監視者。おお、何この、この際どいあれは。誰にすればいいのこれは。先生が死ぬのか、死ぬんですか。はいよ。いよいよだな。あいつはきっとレミに聞いてくれる。でもどうすんだろうな。まあ行くしかねえか。意外となんか細いな、なんかこのドラゴンは。デリディ来たぞ。コレットたちはもう中に入ったからね。早く行きましょう。よし、皆様方も行っちゃったのか。早いな、なんか。おお、なんか浮いてんだよね、謎の物体が。なんだこれ、なんか。あら、なんだ、死体。あら、ひつぎなのね。どうしてこんなたくさん死体があるんだよ。おお、これなかなかとんでもねえな。なかなかとんでもねえな、これ。これ恐ろすぎだろ。来たぞ。我が娘コレットよ、最後の封印を今こそ解き放って、そして人としての営みを捧げてきたそなたに最後に残されたもの、すなわち心と記憶を捧げよ。
それを自ら望むことで、そなたは真の天使となる。なんだって？心と記憶を捧げるだと？コレット、僕らを忘れちゃうの？コレットはここで人としての死を迎え、天使として再生する。どういうことだよ先生。ごめんなさいロイド、コレットに口止めされていたの。世界を再生すればそれと引き換えにコレットは死ぬ。死ぬことが天使になるということなの。それは少し違う。巫女の心は死に、体はマーテル様に捧げられる。コレットは自らの体を差し出すことでマーテル様を復活させるのだ。これこそが世界再生。マーテル様の復活が世界の再生そのもの。そんなのって。レミエル様、シルバラントには隣り合うテスアラという世界があるそうですね。そなたが知るべきことではない。ことさらに隠すのは本当だからね。そのような話誰から聞いたのだ。クルシスでも両方の世界を平和で豊かな世界にすることはできないのかい。巫女がそれを望むなら、天使となって我らクルシスに力を貸すといい。巫女の力でマーテル様が目覚めれば、二つの世界は巫女の望むように平和になろう。本当か、だと。なぜ自分がここに来たのか巫女は分かっておろう。死ぬつもりかい。ダメだ、コレット、お前が犠牲になったらお前のことが好きな仲間も家族も友達も俺もみんなが悲しくて犠牲になるのと同じだ。離せジーニアス。僕だってコレットが変わってしまうのは嫌だけど、それならどうすればいいの？シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。それは…巫女一人が犠牲になれば世界は救われる。それともお前は世界より巫女の心だけが救われた方がいいというのか？さあコレットよ、父のもとへ来るのだ。レミエル、本当に他の方法はないのか。コレットはあんたの娘なんだ。あんただって本当はコレットが死ぬことなんて望んでないんだろ。娘だと？笑わせる。お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。本性を現したな。私はマーテル様の器として選ばれたこの生贄の娘にクルシスの奇跡を授けただけだ。コレット！ロイド、大丈夫だよ。私、気がついてた。何度かレミエル様に会ううちに、この人は違うって思っていたから。どうしてだろう、なんだか目の奥が痛いよ。コレット、気づいてたならなんで。私の声聞こえるの嬉しい。最後にロイドにさよなら言えるね。コレット、ごめん、助けてあげられなくてごめん。もう間違えないって誓ったのに、俺また間違えてたみたいだ。ううん、
ありがとう、ロイド。私、ロイドがいたから、この世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから、私、16年の命をちゃんと生きようって思えたの。だから、コレット、もう時間みたい。さようなら。どうだ、とうとう完成した。マーテル様の器が完成したぞ。これで私が四大天使の空位に収まるのだ。待ちな、コレットをどうするつもりだ。天に導くつもりなのよ、貴様。見せねえ。何がクルシスだ、何が天使だ、何が女神マーテルだ。コレットを返せ。そうはいかん。この娘はマーテル様の器、長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから。貴様たちにはもう用はない。消えろ。来たな、この野郎。お前たちにもう用はない。消え去るがいい。寄ってみろ。よし。めったくそにしたか、この野郎め。まあ、誰。よし、ぶっ飛ぜ。お、なんかダウンしてばっかりだな、ね、この野郎。お、ナス、いいじゃない、かなり安定してるね。ちょっとなんかダウン系のやつちょっとやめた方がいいんじゃないか。ちょっとなんかそのそれを吹き飛ばす、これなんかあのあできんじゃん。はあはあはあ、まあいいんじゃない。おっと、そうはいかん。敵を戦うのがこいつは恐ろしい。あれだ、消えた。移動するんじゃないお前は。よろしいぞ、このペチオオヤジが。おとん、地味に暮らしてくれんじゃん、この野郎。移動するのお前ら。移動はどうやるの、その。てもういいのかな、そうなるな。これなんだ、お腹怪しいぞ。めっちゃ食らってるんだが。なかなか、うおお、やられてんじゃん。なんすか、強いんだ、こいつ。やたら強いんだが。危ない。おう、そうやれ。そりゃ危険だ、そりゃ危険だ。おい、やめろ。おお、助けてくれ、助けてくれ。さあ、どうやれた、どういう状況だこれは。ナースか、ナースでございましたか。やられている、それはまずいだろ。ちょっとよし、もうみんななんか炎症長いのか。ありがとう、おどんにしてくれ、掘り出せないだろ。おお、とんでもねえ、なんという危険なのか。こいつなんか本気出してたな。ちょっとおどんにしてくれ。よし、多いぞ。さあ、ぶっ飛ぶんだ。そういう感じが結構ギリギリだね、この野郎。来たか、それ危険だ。あ、誰だ、あれ、あいつか、光ってんの。よし、おお、やってんね。おお、これか、あ、できないのか、ちょっと終わった。謎だった。
クラッツとどこ行ったんだ。